ようございます。12月30日日曜日、高野文雄のマイビデオダイアリーをお届けしたいと思います。今日も旧江戸川の音手からお伝えいたします。毎回ですね、コミュニケーション上の重要なポイントをお話ししてますが、今日はですね、早起きのメリットについてお話ししたいと思います。皆様よく調べていただきたいんですが、この世でですね、成功した人でですね、朝いつまでもぐずぐず寝てる人というのはいません。本田宗一郎にしても、松下幸之助にしてもですね、出光土工さんにしてもですね、何しろ早起きです。なんで早起きがいいかというとですね、1日を2倍に使えるということで、時間的に朝を8時9時までに寝てしまえばですね、もう5時から活動すれば5、6、7、8、半日分をですね寝て過ごしてしまうわけですよね。何しろ早起き、私は創業大極拳365日やってますので、朝5時に起きてですね、6時から7時の間は必ず駅前公園でですね、早朝太極拳というので仲間と太極拳をやってます。そんなわけでですね、朝は5時起き、夜はですね10時には寝てます。そんなわけで、1日を2倍に活用できるということですね。いろいろと調べてみるとですね、この世で成功してる人を見るとですね、大概が早起きです。朝いつまでも寝てる人で成功した人はほぼいないと見た方がいいですね。もう一つはですね、時間を有効に使えるということと、もう一つはですね、人間は何億年と生きているわけですけれども、自然の動物と同じように日が上がるとともに起きてですね、日が沈むとともに寝るというのが、これ人間の生態でもサイクルなんですよね。それをまたひっくり返したようなですね、今のテレビのですね、深夜放送の悪いその影響を受けてですね、12時人が多いから私は、10人に1人と言われてますけども、うつ病、精神病が多いと思います。私は何人かですね、精神やられてる人を知ってますし見てきてますが、薬業界に30年もいましたからね、ことごとく夜遅い人が精神やられてます。鶏とかですね、海の お魚さんのように日が上がるとともに起き、日が沈むとともに寝る、そのような生活を私はおすすめですね。精神病にならないということですよ。すなわちですね、生活習慣病にもならない。今日はですね、早起きのおすすめについてお話しいたしました。今日もお聞きいただいてありがとうございました。